皆さん、さっきの効果すごい良かったですね。私も今横山小学校の卒業生です。そして今4年生の娘が今横山小学校を通っています。で、私のお父さんも、そしておじいちゃんもこの横山小学校の卒業生です。この辺の地域だとみんなのお家の人が横山小学校卒業したよっていう人ね、たくさんいると思います。で、そんな横山小学校が今年度152年の歴史に幕を閉じる、閉校するっていうのみんな知ってるよね。はい。で、そんな中でなんかずっとね、みんなと一緒に横山小学校にありがとうって伝えれたらいいなっていうふうにずっと考えてました。で、なんか面白いイベントないかなってね、ずっと考えてた中でインターネットを見てたんです。じゃあすごい面白い企画に出会いました。で、横山小学校のいいところとかありがとうって伝えたい気持ちを入力して応募しました。するとたくさんの、ね、応募があったらしいんですが、その中から横山小学校を選んでもらいました。すごいね。今からスペシャルなゲストが登場してくれます。ありがとう、その気持ちを応援したくて、ここ泉市立横山小学校までやってきました。井上さんと同じようにここにいるみんなもきっと思い出のいっぱい詰まった横山小学校のことが大好きだと思います。みんなが素敵な学校生活を送っているこの横山小学校にみんなでありがとうを伝えてみませんか。ありがとうを伝えたい相手、横山小学校でのかけがえのない日々を思い浮かべながらやってみましょう。これってありがとうを送り合うと花が大きくなるんだね。どういうこと？ちょっとみんなも見ててよ。いくよ。ほら、本当だ。みんなもやってみよう。みんなもやってみて。ほら、後ろの子や前の子と一緒に作ってみて。そうそうそう、見てみて。すごい。完璧じゃん。いいね、いいね。ありがとうの花束ができた。素敵な気づきをありがとう。この小学校をみんなのありがとうの花で埋め尽くしちゃおう。よーし、サンクスフラワーダンススタート。ふぅふぅ、みんなまずはクラップして盛り上がっていこう。井上さん、
あなたがありがとうを伝えたいのはどなたですか？大好きな横山小学校です。ではでは、その気持ちをこのお花に込めましょう。はい、きっと届きますよ。そしてみんなの中からも各学年2人ずつ代表でこのサンクスフラワーを受け取ってもらって、もう手挙げてるね。早いね。みんなでこの学校にありがとうを伝えましょう。サンクスフラワーを受け取ってくれる人は、はい、手を挙げて。うわ、悩んじゃうな。すごい。よし、じゃあ前に待っててくれるかな。待って待ってて、ね、ここら辺手挙げてなかった？お兄ちゃんも行こうか。ここで待ってて、ね、行きましょう。前にお願いします。さあ、2年生。よし、よし、じゃあ1年生、ここ、あ、お姉ちゃん行こうか。よし、おいで。ありがとう、行こう。行こうか。ごめんね。よし、見ててね、はい、みんなで伝えるから。元気な人、誰だ？代表だけど、みんなで伝えるからね。うわ、さあ、こっちだよ。横山小学校で過ごす時間で好きな時間はありますか？教えてくれる時間。今日はこんな素敵な時間を一緒に過ごしてくれて、そしてこの横山小学校での思い出を大切に、新しい学校でも歴史を続けていってください。今日はありがとうございます。それではサンクスフラワーを渡してください。どうぞ。どうぞ。さあ、かつてみんなと同じように横山小学校に通っていた井上さんから、今横山小学校のゴールへと導くみんなへありがとうがつながれます。今日も素敵な思い出ですね。はい、はい、あったかい気持ちになるね。そうだね。ポカポカだね。よし、じゃあ見てくれてるみんなもお花の準備をしようか。さっきのダンスで素敵な花を咲かせてくれたよ ね、 いっぱい咲いてたよね。もう一度見せてください。こうやって手で花を作って、はい、みんなもやって。ありがとう。おー、いい感じ。じゃあこの後、ありがとうの言葉とともに花を前に差し出して、この学校に送ろうか。大好きな横山小学校、はい、ありがとう。横山小学校、私自身も含めて親子4代にわたって卒業してるっていうところと、まあ、10年ぶりの妊娠になるんですけども、その子もやっぱりこの横山小学校に通えたらよかったなっていう気持ちと、まあ、新しい学校でまた新しく楽しい思い出を残してほしいなっていう気持ちと、まあ、そういったところで応募させてもらいました。こんにちは。サンクスラブママショップへようこそ。あなたがありがとうを伝えたい方は誰ですか？お、ラザク。いいですね。何色のお花で伝えたいですか？ありがとう。メッセージを添えてありがとうを伝えてください。どうぞ。あ、せっかくなので、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。いただいて何か返す言葉があれば、これからも頑張ってください。おー、イエーイ。ありがとうございます。農業がなんかすごいっていうか、ありがとう。ありがとう。次そこに通す。来た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 。でギュッギュッってやって、最後にこう。そうそうそう、回してみて。感謝のステージで2回いいですよね。そうですね、やっぱ日頃の行いがいいかなと。違うな。日頃の行いって先生どう？やばい、遊んでる。すごい素敵な話です。嬉しいです。先生が感謝をするとしたらね、それはやっぱ6年生のみんなに
感謝を伝えたいなと思います。先生からみんなに感謝の気持ちを伝えたいなと思います。はい、まずはいつもありがとう。みんなのおかげで毎日が楽しいです。卒業まで残り少なくなってきてるやんな。だんだんまだ長いけど気づいたら終わってるやんな。最後まで後悔ない毎日を一緒に過ごしましょう。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも遊んでくれてありがとうございます。また遊んでください。これからもサッカーで楽しくワイワイ遊んでください。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。